Wikipedia English writes that the Karnak stones were erected during the Neolithic period, which lasted from around 4500 BC until 2000 BC. The precise date of the stones is difficult to ascertain, as little datable material has been found beneath them, but the site's main phase of activity is commonly attributed to 3300 BC. One interpretation of the site is that successive generations visited the site to erect a stone in honor of their ancestors. A recent assertion states that the megaliths were set as protecting shields for an army of defenders of Karnak as pre-elected burg against attacking enemies. This story has been presented by Santiago Sevilla in a book published in Amazon.com under the title of Paleolithic Studies, Stonehenge and Karnak. No. Karnak was a rock calendar along with Avery, UK, which was constructed by people who could fly in the air freely, or ETs. Here in this video, it's my pleasure that I, Hiroshi Hayashi, can show you its proof and evidence. フランスのカルナックは紀元前4500年頃から紀元前2000年頃にかけて作られ、特に紀元前3300年頃に主に使われたと言われています。そのカルナックが何であるかについては、ウィキペディア百科事典は次のように書いています。先祖の名誉を祝うために、何世代にもわたってその子孫たちがそれぞれ岩を建てたものと言われていますが、外敵から町を守るために建てられたものだというサンチアゴ・セビラの説も近年提起されていますと。 No. フランスのカルナックは UK のエイブベリーと並んでロックカレンダーでした。繰り返します。ロックカレンダーでした。なおかつそのカレンダーには空を自由に飛ぶことができる人、つまり ET が深く絡んでいました。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広瀬林、浜松セティ、ジャパン。今ご覧いただいているのが、上がエイブビリーとその周辺で見つかったトークン、つまり目印です。そして下がカルナックと同じくその周辺で見つかったトークンです。このトークンがカルナックの謎を解く大きな鍵となりました。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、その前にいくつか外堀を埋めておきたいと思います。皆さんをフランスのカルナックに案内します。フランスのカルナック列石です。で、この列石は何かということですけども、全く分かっていないんですよね。で、先ほどのような説明がなされています。まことしやかな、もっともらしい説明がなされていますが、私林博士の解釈は全く違ったものです。それをこれから順に説明していきたいと思いますけども、このような石がですね、並んでいます。で、今現存する列石の中で一番たくさん数えられる列ですね、横列は13列になっています。13という数が何を意味するかですけども、それは別のところで証明しましたので、ここではまずこのカルナック列石がカレンダーであることを
皆さんに証明します。もう一度最初から皆さんをカルナックへ案内します。偶然ではありえないというラインを証明しながら、それが偶然によってできたものではない、つまり人為的に置かれた位置にあるということを証明していくのが林浩司のライン理論です。で、最初にこのカルナックに点をつけてみます。で、このカルナックですけども、先ほども言いましたように、つまりは何も分かっていないということですね。で、最近の学説によればですね、どうやら砦であったというのです。敵から村を守るために作られた砦であったというのですね。で、このカルナックとですね、私が以前からロックカレンダーであると証明してきましたいくつかの遺跡と線でつないでみます。まあ、こうした石舞台に似た遺跡もあるということです。で、ここがカルナックです。カルナックから東へ線を伸ばします。で、ぐるっと回ってラオスのジャール平原へとやっていきます。ここがラオスのジャール平原です。ここには奇妙な壺型の岩が並んでいます。そして右がインドネシアのポケケアです。このジャール平原の列石とポケケアの列石とは区別がつきません。上がインドネシアのポケケアです。下がラオスのジャール平原の列石です。見比べてみてください。全く同じです。全く同じです。区別がつかないと思います。で、これも暦列石です。この壺のようなものの中にですね、何かトークンを置いて毎日動かしながら日、月、季節、そして一年を知ったものと私、林浩司は考えています。つまりはジャール平原の壺型列石も、そしてポケケアの壺型列石も暦列石、つまりロックカレンダーであったと私、林浩司は判断しています。そしてカルナックとジャール平原の列石とポケケアの列石は真一直線でつながり、そしてそのラインはナスカへと向かいます。ナスカにはこれらの遺跡を示す滑走路があります。まあ、そこで今度は林浩司のナスカ理論ということになります。まあ、それについてはもう少し後で説明します。ともかくもカルナックとジャール平原の列石と、そしてポケケアの列石は真一直線でつながっているということです。もう一度この地球を見てください。左がカルナック、そして中央やや右寄りがジャール、ラオスのジャールです。そして一番右がインドネシアのポケケアです。そこでカルナックの中心部とポケケアの中心部を線でつないでみました。一番左寄りの赤いラインが、上はカルナック、下はインドネシアのポケケアとつないだラインです。この中心部にジャールがあります。この辺り全体をジャール平原と言います。そのエラーは、つまりジャール平原の中心部から赤いラインまでのエラーは 8.61km です。まさにジャール平原の真上をこの赤いラインが通過しているということになります。これをエラーと見るか、あるいはエラーと見ないか、あるいは偶然と見るか、あるいは偶然ではないと見るかは皆さんの判断にお任せします。長い前置きになりましたが、これからフランスのカルナックはロックカレンダーであったことをこれから証明します。そのアウトラインを最初に説明しておきます。 UK のエイブ・ベリーはロックカレンダーでした。その証明を最初にします。そしてそのエイブ・ベリーから
マーキングトークンが見つかっています。目印の岩です。斧ではありません。そして同じものがフランスのカルナックで見つかっています。両者を比べてみてください。全く同じ斧の形をしたマーキングトーンということになります。それがフランスのカルナックでも見つかっています。つまり同じ斧の形をしたマーキングトーンが UK のエイブベリーとフランスのカルナックをつないでくれました。つまりこのマーキングトークンを毎日1個ずつ動かすことによって古代の UK の人、フランスの人たちは日、月、季節、そして1年を知ることができました。マーキングトークンがエイブベリーとカルナックをつないでくれました。がそれだけではありませんでした。以上紹介した遺跡すべてがナスカにつながっています。ナスカにはこれらの遺跡を示す滑走路があります。そしてそれらの滑走路は一箇所に集まっています。つまりこれらの遺跡は空を自由に飛ぶことができた人、すなわち ET もしくは NT、 つまりネイティブテランス、つまり地球在住型の知的生命体の人たちによって作られたということです。ここでは簡単にそのナスカ理論による証明を皆さんにご覧いただきます。これがそのプラットフォームおよびその滑走路です。ポケケアのラインもあります。ジャール平原のラインもあります。それからショリア、ロシアのショリアのラインもあります。そしてエイブベリーももちろんあります。そしてもう一箇所、モーレーのラインもあります。その中に、つまりはカルナックのラインも含まれているということになります。その証明は続く動画の中でします。繰り返しますが、古代の人たちにとって最も重要な関心事は暦および暦の統一でした。そしてその暦の指導を ET もしくは NT がしたということになります。ナスカがその証拠ということになります。林博士のナスカ理論の応用ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Wikipedia writes about Karnak stones as follows. Those stones date from 4500 BC, modern myths are formed which resulted from 1st century AD Roman and later Christian occupations, such as Saint Cornelius, a Christian myth,associated with the stones, held that they were pagan soldiers in pursuit of Pope Cornelius when he turned them to stone. In recent centuries, many of the sites have been neglected with report of dolmens being used as sheep shelters, chicken sheds, or evenovens. Even more commonly, stones have been removed to make way for roads or as building materials. The continuing management of the sites remains a controversial topic. I, Hiroshi Hayashi, however, claim that Karnak stones are a rock calendarAs a whole, along with Avebury, UK. Here is its evidence and proof. カルナック列石は紀元前4500年ほど前まで遡ることができるそうです。
いろいろ議論はされていますが、結局は何も分かっていないということです。ウィキペディア百科事典ですら、次のように書いています。ごく最近までその場所は無視されてきた。ドルメンについても、羊のシェルター、鶏小屋、あるいはオーブンとして使われてきたと報告されている。さらに、そうした列石は、道路を作るためや、建設のための石材として使われてきた。その場所が何のために使われてきたかについては、論争の話題になっている。と。が、私林博士は、カルナック列石は、ロックカレンダー、つまり、暦列石であると考えています。その証拠と証明を、この動画の中で、皆さんにお見せします。広志林、浜松市、ジャパン。フランスのカルナックの列石が何であるかを説明する前にですね、UK のエイブ・ベリーについて説明しておきます。エイブ・ベリーはロックカレンダーでした。これがエイブ・ベリーの復元図です。左下ゾーン A、左上をゾーン B とします。そして右上をゾーン C とします。まあ、このように一度区分してみるということですね。そしてそこに立っている岩の数を数えてみました。そして中央に E と D のコーナーが作ってあります。ゾーン A には24個の岩があります。ゾーン B には22個ですけども、門のところに大きな岩があるはずですけども、ありませんので、後で1個足します。この間には27個です。そして、ゾーン E には29個の岩があり、1つはみ出て 29.5 個の岩があります。D は月を表しています。そして、ゾーン F には27個の、まあ、岩が並んでいます。そして、今の、と言いますか、エイブベリーをチャート化してみます。で、22プラスして23にします。そうしますと、12、12、13。つまり、純粋退院歴となります。1年を12ヶ月、13ヶ月。そして、12ヶ月、13ヶ月として繰り返していきます。そして、1ヶ月は 29.5 日ですね。で、何らかの、まあ、トークン、目印のトークンを動かすことによって、まあ、古代人たちは、日を知り、まあ、月を知り、季節を知り、そして一年を知ったということになります。で、例えばカレンダーとしても機能するわけですね。で、例えば私の誕生日は12月28日だからってことで今簡単に示してみました。もう一度簡単に説明します。ここが今日のポイントになります。エイブ・ベリーです。ロックカレンダー、つまり暦列石です。巨大な、まあ、石というよりは岩がこのように並んでいます。何のためにどうしてか。いろいろ議論がなされているようですけども、ロックカレンダーであると私、林博士は判断しました。で、もう一度、まあ、正確に言いますか、見ていただきたいんですけども、ここには24個の岩が並んでいます。そしてゾーン B にはですね、22個なんですけども、左のこの入り口のところを注意深く見てください。他の入り口のところには大きな岩が立っていますけども、門のように。ここにはありません。つまり1個抜けていると私、林博士は判断しました。つまり23個ということになります。これで謎が解けました。23個と計算するわけです。他の門のところを見てください。大きな岩が2個ずつ並んでますね。ここにも大きな岩が2個ずつ並んでますね。ところがゾーン A とゾーン B の境目のところには1個欠けています。つまりプラス1。というわけです。ですから23個となるというわけですね。で、このところをですね、22ではなくて23と私、林博士は、まあ、修正しました。そして27個です。そして、まあ、D の文字のあるところには29.5個ですね。まあ、毎日何らかの目印トークンを動かしていくことによって、まあ、火を知ったというわけです。
純粋太陰暦ですね。29.5日、いわゆる地球上で見る見かけの月の、まあ、日数は 29.5 日ということになります。で、何らかの統合を犯して日を知り、そして12ヶ月、13ヶ月というように月を知っていきますが、それでも27年目ごとにちょうど1ヶ月のズレが生じてきます。その時は13ヶ月とすべきところを12ヶ月にして1ヶ月減らします。その計算もこの後に続く動画の中で正確にしています。12、12、13ヶ月と繰り返していきます。そしてトークンを1ヶ月動かしますね。が27年目ごとに、また繰りが生じてくるわけです。まあ、毎月1個ずつ27のところはトークンを1個動かすということになりますね。もう一度やってますから、注意深くご覧くださいね。12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月。これ3年ですね。そして12、12、13で 6年が過ぎます。が、27年目ごとに、ちょうど1ヶ月分の、ズレが生じると。そのエイブベリーでは、斧と言われているこんなものが見つかっています。現地では、斧と言って説明されています。が、これは斧ではありません。目印のトーキングです。マーキングトークンです。斧ではありません。まあ、このようなマーキング、斧ですわね。まあ、を毎、この場合は毎日動かしていきます。まあ、神聖な暦の場所ということになるわけですね。当時の世界標準時ということになります。そうして、日を知り、月を知り、年を知り、そして、まあ、そのズレも、このエイブベリーで調整したということになります。このエイブベリーでは、右上のようなマーキングトークンが見つかっています。そして、カルナックでも同じトークン、いわゆるマーキングトークンが見つかっています。右上はエイブベリーで見つかったマーキングトークンです。いいですか？エイブベリーで見つかったマーキングトークンです。左下がカルナック、フランスです。そのフランスのカルナックでも同じような斧が見つかっていますが、これは斧ではありません。マーキングトークンであると、私、林博士は判断しました。形も大変よく似たものがカルナックで見つかっています。ちょうどうまくですね、地面に突き刺して移動させていくわけですね。比べてみてください。作り方のコンセプトも同じです。これを斧という方が無理だということです。この斧がまあ、その証拠ということになります。エイブ・ベリーがロックカレンダーですから、カルナックもロックカレンダーということになりますが、この程度では皆さんまだ満足なさらないと思います。林博士のライン理論、ナスカ理論によってそれを証明してみます。皆さんにラオスのジャール平原にある遺跡、ジャール遺跡とインドネシアにありますポケケア遺跡を紹介します。フランスのカルナックからラオスのジャール遺跡に線を引きます。ブルーのラインがそのラインです。カルナックです。そして右がジャール遺跡ということになります。そしてさらにその右東にあるのがインドネシアのポケケア遺跡ということになります。このジャール遺跡の遺跡物とですね、それからポケケアの遺跡物はですね、全く区別がつきません。上がポケケアです。下がジャールです。見比べてみてください。壺型遺跡と言われています。大きな岩をくり抜いてですね、壺が作ってあるわけです。まあ、いろいろと説明されています。酒を入れておくための亀であるとか、あるいは死者を弔うための、まあ、墓であるとか、まあ、いろいろなことが言われています。が、これらもロックカレンダー、つまり、暦列席です。その証明は、私のナスカ理論を使えば、簡単にできます。ともかくも、上と下を比較してみてください。区別できないと思います。全く同じコンセプトで作られています。つまり、カルナックと、ジャール
遺跡、そしてポケケア遺跡は真一直線でつながれているということです。真一直線です。この直線を見てください。そしてその線を先に伸ばしますと、その線はやや、ポケケアで折れ曲がりますけども、ナスカへとやってきます。この黄色い線はペルーのナスカへとやってきます。そしてナスカにはポケケアを示す、正確にポケケアを示す滑走路があります。注意深くご覧ください。この黄色い線に注意してください。これがその滑走路です。この辺りには世界の巨石遺跡からのラインが集まっています。この黄色いラインはカルナック、ジャール、そしてポケケアから引いてきたラインということになります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。ポケケアから引いてきたラインです。この滑走路と重なります。つまりこの滑走路は正確にポケケアの方向を示しているということになります。ここが重要です。もう一度ポケケアから引いてきたラインを見てください。この点々で示したのがポケケアから引いてきたラインです。ポケケア遺跡です。インドネシアのポケケアです。そして赤いラインがジャール平原から引いてきたラインです。ポケケアから引いてきたラインとジャール平原から引いてきたラインは右上の方で交差します。これがロシアのシロリアです。やはり巨石遺跡です。エイブベリーと全く同じコンセプトで作られているのがシロリア。そして右下がエイブベリーです。こうしてラインがこの辺りに集中します。左のグリーンのラインは、これはモーレーから引いてきたラインです。これも林博氏は暦列席、つまりロックカレンダーであると判断しました。つまりこうしてナスカとポケケア、そしてその先のジャール、そしてその先にあるカルナックと線でつながりました。ラインでつながりました。で、ここにカルナックを置きます。ポケケア、ジャール、その先にカルナックがあるということです。つまりこのような形で、これらロックカレンダーがナスカで集合しました。つまり、ナスカ理論によって、このカルナックも暦列席、つまりロックカレンダーであると、私、林博氏は判断しました。Bye for now. Wikipedia writes about Avery, UK as follows. Avery is the site of the largest ancient monument in Great Britain. It consists of a large henge, several stone circles, stone avenues and bellows. The main henge and stone circleSurrounds the village of Avery in the English county of Wiltshire. Avery is one of the finest and largest Neolithic monuments in Europe, about 5,000 years old. Although older than the megalithic stages of Stonehenge, 32 kilometers to the south, the two monuments are product of the same culture.On the World Heritage List, Avery and Stonehenge are listed together as
every Stonehenge and associated sites. However, Stonehenge is really a different site, built at a different time. Wikipedia English mentions nothing about what it is, what for it was created, and who created it, because no one knows it. No one except me. Every is a rock calendar, which is my answer to this mystery. UK のエイブ・ベリーです。いろいろ説明はされていますが、基本的には何も分かっていないということです。誰もそれが何のために作られたか知りません。私、林博士を除いて誰もです。エイブ・ベリーはロックカレンダーでした。広し林、浜松シティ、ジャパン。では皆さんを UK のエイブ・ベリーに案内します。まさしく拠点中の拠点ということになります。エイブ・ベリーです。円形の遺跡です。その周囲には深い堀が掘ってあります。そしてこのような岩が並んでいます。この岩は何のために、どうして、誰が作ったのかということですね。まあそれが謎というわけですけども、その謎解きに挑戦してみました。で、これがエイブ・ベリーの復元図です。最も信頼のける復元図と判断しましたので、この復元図を検証してみます。左下ゾーン A というふうに私分けましたけども、ここには24個の岩があります。そしてゾーン B には22個の岩があります。で、この赤い丸に注意していただきたいと思います。この赤い丸のところにエントランスがありますね。そしてエントランスの、まあ、片側には大きな岩が立っています。で、私はここにもう一個岩があったはずと考えました。ここが重要なポイントですから、皆さんも注意深くご覧ください。ここにもう一個岩があったはずと考えました。というのは他のエントランスには一個ずつ計二個の岩が立っているからです。他のエントランスを見てみます。このエントランスに注意してください。この道の両側に一個ずつ計二個の大きな岩が立ってますね。で、ここにも二個大きな岩が立っています。で、もう一つのエントランスにもやはり同じように二個大きな岩が立っています。が、先ほどのエントランスには一個しかありません。注意深くご覧ください。ここにもう一個岩があってもいいわけですよね。ですから、私はこのゾーン B に一個の岩を加えました。で、22個が23個になります。で、これで検証してみます。すなわち、ゾーン A は24個、ゾーン B は23個、ゾーン C は27個となります。この数が何を意味するかですね。で、中央下、右下には29個の岩が並んでいて、並んでいます。そして、この先ほど言いましたように、ここには1個の岩が欠けているということも注意してくださいね。そして、29個の岩の上にちょんと1個余分に跳ね出てますね。で、私はこれを 0.5 と判断しました。で、合計 29.5 となります。そして、その上に27個のやはり岩が並んでいます。これは何を意味するかですね。もうお分かりですね。時計回りに24、23、27。で、それを12、12、13、12、12、13に分けて考えます。数字はそれで一致します。つまり、1ヶ月は 29.5 日。1年目は12ヶ月。2年目は12ヶ月。3年目は13ヶ月という純粋退院歴を表していることになります。注意深くご覧ください。1ヶ月は 29.5 日です。29.5 日です。そして、1年目は12ヶ月。2年目も12ヶ月。13年、3年目は13ヶ月。4年目も、
12ヶ月、13ヶ月と並びます。つまり、1ヶ月を 29.5 日で計算しますと、3年目ごとに1ヶ月分の余分が出ますから、3年目をですね、1ヶ月足して13ヶ月としました。そしてこの27は何かですね、これは後でもう少し詳しく説明しますが、それでもエラーが出ます。27年目ごとに約30日分のエラーが出ます。そこで27年目についてはですね、13ヶ月とすべきところを12ヶ月とするという意味です。毎日何だかのトークンを動かしながら、そして、まあ、古代の人たちは、1年、季節、そして、月、日を知ったということになります。で、ここで皆さんに、今からちょうど3年前の2013年の9月13日に発表した動画を皆さんにご覧いただきます。ナンバー441です。まあ、その中でエイブ・ベリーの答えというのを発表しました。で、ここで今まで説明してきたことと内容は同じですが、まあ私たち人類にとって大変重要な内容かと思いますので、まあもう一度皆さんに確認していただきたいと思います。エイブ・ベリーです。441そのものはですね、私のホームページから、目次を見ていただければ、そのままご覧いただけます。で、これがエイブ・ベリーです。そしてその堀がですね、中央下に人間が見えますかね、大変深いということですね。簡単には近寄れなかったということになります。まあ、それだけ重要な拠点であったということになります。そして復元図がいろいろ発表されていますけども、このミック・アストンとティム・テイラーという方のね、発表なさった復元図が最も正確かつ、なんて言いますか、信頼が置けるという意味でね、この復元図を、この本に出ている復元図を使わせていただきました。で、まあ、結局この先生たちもおっしゃっていることはですね、何のためにどうして誰が作ったということは全くわからないということなんですね。で、もちろんカレンダー説っていうのは、現在に今もありません。by 林博士説以外はありません。で、皆さん自身の目で見て、確認して納得していただきたいと思いましたので、しっかりと説明します。これが今言いました、エイブ・ベリーの復元図です。で、本を見ますと、発掘調査して、まあ、痕跡を見つけてね、そしてこのような、復元図ができたということです。で、ここにゾーン A、先ほど言いましたゾーン A ですね。ここには24個の岩があります。繰り返しになりますが、しっかりと皆さん自身で確認してください。判断するのは私たち自身だということです。そしてこの岩から岩までが22個です。数えてみてください。そしてゾーン C は27個です。こういうふうに岩が並んでいるということですね。で、このままでは謎が解けないんですね。で、ここに、いわゆるまあ、上弦の月が書かれていると思いますけども、D の字がありますね。そして周囲に29個の岩があり、1個だけこの岩が跳ねてますね。ですから私、林博士はこれをですね、29.5 と判断しました。そしてその上には、27個の岩が並んでいます。27個の岩が並んでいます。ここが重要です。で、もう一回このゾーン B に戻っていただきます。で、この入り口のところなんですね。先ほど言いましたように、もう一度皆さんに確認していただきたいと思います。エントランスのところに2個岩が立っているはずなんですけども、1個しかありません。ですからこの真んのところにもう1個私は岩があったはずと考えました。他のエントランスをもう一度見てください。両側に1個ずつ立ってますね。このエントランスにも両側に1個ずつ立ってますね。そしてもう一つのエントランスにもやはり1個ずつ立っています。ところが先ほどのエントランスには1個しか立っていません。つまりこのクエスチョンマークのところにもう1個岩があったはずと私、林博士は考えました。そしてこの1個をゾーン B に加えます。まあ、22個だったんですけどもね。
まあ、この三角のところの1個を加えますと、23個になるということです。そして、この、今皆さんに見ていただきました岩をもう一回、わかりやすくチャート化してみました。左からですね、時計回りに24、22、これに1個足しまして、23とします。そして、27ですね。そして、右下に 29.5。そして、右上に27という数字が出てきます。で、この数字は何かってことですけども、もう、若いですね。純粋単位的の、まあ、カレンダーということになるわけです。で、実際には、29.53 日。まあ、見かけ上のね、月の、公転周期は 29.53 日です。すなわち、新月から新月までが 29.53 日です。そして、地球の公転周期は 365.2563604 日となります。で、これで計算しますと、29.5 日でね、計算していきますと、ちょうど3年目ごとに ずれが32、出てくるわけですね。ですから、1ヶ月分足して13ヶ月とします。それでも 3.158 日ずつのずれが生じてきます。わかりますか ?1 年ごとに約10日のずれが出てきて、3年に約32日のずれが出てくるです。それでも、13ヶ月にしてもずれが出てきます。そして、ちょうど27年目にですね、28.421 ですかね。ちょっと字が小さいので見にくいんですけども、のズレが生じていきます。ちょうど1ヶ月分ってことになりますね。ですから、27年目はですね、3の倍数ですから、本来なら13ヶ月とすべきところなんですけども、12ヶ月にして1ヶ月は足さないという形にして、純粋対位歴を対応歴に、適合させています。で、もう一度見てくださいね。12年目、12ヶ月ですね。そして、3年目が13ヶ月、4年目が12ヶ月、5年目が12ヶ月、そして、6年目が13ヶ月となります。で、これで順番に見ていきます。で、1年目が12ヶ月ずつって繰り返しますね。それで、これで6年が終わりました。7年目に入りました。そして、順に繰り返していきます。で、24年目に入って、27年目に、ここで13ヶ月となってますけども、ちょうど1ヶ月分余分に出ますから、この13ヶ月は12ヶ月としますよという意味なんですね。これがエイブベリーの6カレンダーの意味です。つまり、エイブベリーは6カレンダーであった by 林博史説ということになります。で、例えばこれ自体が暦になってましてね、これが10番目のっていうふうになりますと、10月28日、私の誕生日ですけども、このようにして暦としても使えるってことになります。となりますと、目印があるかってことになりますね。実は目印も見つかっています。トークンも見つかっています。それを後で紹介します。要するに、これがエイブベリーのカレンダーとしての使い方であり、機能であり、また、エイブベリーが何のためにあるかという、まあ、その内容ということになります。つまり、エイブベリーは、まあ、世界の標準時刻、あるいは標準カレンダーということになるわけです。まあ、こうした巨大なカレンダーを作ることによって、まあ、日にちを定めたわけですね。これは、エイブベリーで見つかってますけれども、斧ということになってますけども、これは斧ではありませんよ。トークンですよ。これを毎日動かして、そして、日、月、季節、年を知ったというわけです。置いてみますから注意深くご覧くださいね。時計回りに置いてきます。そして毎日誰かがそのトークンを動かしていきます。しかし誰かが邪魔したんじゃ困るでしょ。だから深い堀を作ってガードしたということになります。まあ、辻褄が合っていくわけですね。そして、重要なことは、このウエストポールからエイブベリーはちょうど30度の距離、方向にあります。このことは次の動画の中で大変重要な意味を持ちますから、ちょっと記憶に留めておいてください。エイブベリーは明らかに空を自由に飛ぶことができた人によって、計画され、そして作られたということです。人間ではありませんね。そのエイブベリーの、まあ、暴走と言いますか、それが次々とその後出てきましたので、今日改めて皆さんに紹介します。どうかご覧になってください。Bye for now.